ジラ紀の獰猛な肉食恐竜たちが一箇所に揃っています。アロサウルスはティラノサウルスと比べると体は小さいですが、それでもそばで見るとすごい迫力です。アロサウルスの歯はそこまで大きくありません。というよりケラトサウルスの歯が大きすぎるんです。近くにケラトサウルスナシコルニスもいるので比較してみましょう。それから意外とアロサウルスの目の上の突起、涙骨突起、そこまで大きくないんですね。肩甲骨に何か穴が開いているようですが、これは何なんでしょう。ステゴサウルスにでも貫かれたのかな。しかしそうすると下から上に貫かれたということなんでしょうかね。がっしりした前足を持っています。そしてきちんと前足が、手のひらが内側を向いています。正しい復元です。裏目視野にはなっておりません。後ろ足はティラノサウルスほど長くないのがわかります。特に中足骨ね。恥骨がとてもかっこいいですね。そのケラトサウルスやシノサウルスよりもずっと大きいんですが、これを見た後にティラノサウルスの恥骨を見ると度肝を抜かれますよ。モノロコサウルスの前足はちょっと幽霊になってしまっているようです。肩甲骨もちょっと幅が空いて復元されてしまっているようですね。この辺りの恐竜は中足骨はそこまで長くないみたいですね。とても平たい頭を持っています。奥に見えるのが中国のシンラプトルです。13年前からずっとこの体型で展示されていますね。なんとなくそばのアロサウルスよりもがっしりしているように見えるんですが、ただ前足はアロサウルスの方が大きくて力強そうですね。多分脊椎がアロサウルスよりもしっかりしているというか、脊椎の上の神経棘がちょっと目立つというか、そのあたりでアロサウルスと異なる印象を受けます。肋骨ってこんなに短いんですかね。アロサウルスとは違った印象を受けます。それから恥骨も細いですね。